はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。今日は9月12日、朝8時手前かな、7時まだ45分かそのぐらいかな。今日も天気は晴れてますね。暑くなるみたいです。今日は、8時半ぐらいから、いつもの、接骨院に行って、右膝から右太もものハムストリング、治療してきます。今んとこ週3日ぐらいですね、接骨院の方は。あとは歩ったりしたりして、まあね、買い物とかで、リハビリみたいな感じにしてますね。まだね、しばらく座ってしばらく立たすと立ちくらみみたいな症状になったりはしますね。まあ暑さもあるかもしれないけど。で、昨日は、まあ、いつものように、まあ、いつもの場所で、まあ、自分で作って、ね、食べ物を作ったりしてました。まあ、あんなには食えないんですよ。まあ、週末はいつもあそこには、昔お世話になった会社、一緒だった上司さん、まあ、先輩がいつも来てるんで、まあ、そこで、先輩に半分あげたりしてます。あんなにはもう食えなくなっちゃってるんで、自分はね。まあ、今日もね、接骨に行って、まあ、治療していきたいと思いますね。まあ、今週もまた始まりましたんで、皆さんも、まあ、今週も気をつけて頑張ってきてください。それでは今週もよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。また何かありましたら連絡しますね。それじゃあ、またね。